ー、まずい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 よ。あー、視野の S3 ループでもダメなの、これきついな。皆様こんにちは。今回はね、以前あの動画投稿の中でお話ししていた、T8 の8段階のドラゴンっていうのを、討伐してきました。でなんならね、8段階だけじゃなくて、あの9段階も、討伐できたね。メンバーかけることなく、討伐ができたので、その動画をアップしています。で一番ね、最初冒頭で流してた部分が、あれが T8 の10段階です。うん、もうかなり強いね。ダメージはなんとか出せるようになった。あの防御貫通をね、いっぱい詰めばダメージが通るっていうのは分かったんだけれども、もう単純にドラゴンの火力が高すぎるね。ほんとあの運ゲーの要素もやや入ってきてるかなっていう感じはするから、もうちょっと、もうちょっとかなっていうところです。またね、ドラゴン関連、まあ正直このクラスのドラゴンって何の需要もないよね。アチーブメントとか、まああったらもうちょっとみんな積極的にね、上位のドラゴン戦いに行くのかななんて思ったりはするんだけど、まあそういったものも今のところないしね、ティア9の装備も実装されてないから、もう8段階9段階なんてね、もうほんと自己満の世界でしかないかなとは思うんだけど、まあね、あと絵面がね超地味、もう雑談動画に適してると言わざるを得ないぐらい超地味でも、本人は割とね、熱い戦いをやってるっていう、この熱さが伝わらないと思うんだけど、そのぐらいね、強いドラゴンです。もうね、 ティア8の10段階か、めっちゃ強い。なんとかね、倒したいなとは思ってる。また攻略ができた際にはね、動画上げようかなっていうふうに思っています。で直近のね、私の金スレの活動、まあ今何やってるかっていうのをちょっとお話ししとこうかなと思うんだけど、ツイッターの方なんかにもね、ちょこっとつぶやいたりしたんだけど、今ね、PVP、ちょっとずつね、力を入れてやっていこうかなと思って、まだね、装備とかは全然完成してないからあれなんだけど、ちょっとね、雰囲気、今のチャレ隊の雰囲気をちょっと確認しに、チャレンジャー隊潜ってます。まあ昔のね、ほとんど昔の装備のまま行ってどのぐらいいけるかなっていうのをやってみたんだけど、まあ勝率はねそこまでむちゃくちゃ良くない、70% 前後ぐらいなんだけど、なんとかまあ、火曜日水曜日あたりまでは30位とかそのぐらいかなは、残り続けられるなっていうのは印象として受けた。頑張ったら10位台ぐらいまではいけるかなと思うんだけど、やっぱりね、もうちょっとスマートに勝てるようになりたいなっていうのが自分の中であるから、まだまだね、厳選していかないといけないなっていう印象。まあ魔王軍とか、魔王軍じゃないな、英雄制圧と英雄保護かの装備、もう先週ぐらいからかな、初めて回り出した。やっぱりね、あるとないのとで違いがありそうだなっていう印象を受けたから、やっぱりまあ、あの手のね、新しい装備もちょっと揃えていこうかなと思って、そういったねダンジョン今ずっと周回しています。まあね、チャレ隊、ドザルタをね導入したんだけど、なんて言うんだろう、耐久パ殺し用にね導入をしてみたんだけど、もうほんとね、トップ層の耐久パほんと強いね。で回復阻害の、効果使ったって結局すぐにバフ解除で消されちゃうし、なかなかね落としきれない、部分がある。まあ私いつも通りドザルタを、以前はロマン使ってたんだけど、それをドザルタに変えて、あとは一緒かな、マリアと、アルテミアとレオっていう形でやってるんだけど、まあほんとね、みんなこだわってるね、強いわ。まあなんとか攻略していきたいなというふうには思っています。でそれ以外のところだと、今はまあドラゴンレイドじゃない、ギルドレイド、の動画なんかもね、上げてるんだけど、まああれもね、随時用意でき次第更新していきたいなと思う。まあスコアに関してはね、本当にね、個人的に多分仲間内で見てもらうために YouTube にアップしてる人だと思うんだけど、本当にねいいスコア出してるなって人結構いるから、突き詰めたねところのスコアを見たい人は、そういうちょっとマイナーなね
動画って言ったら怒られるかもしれないんだけど、そういう人の動画を見たら、もう本当にね、参考になる。私なんかの動画よりよっぽど参考になる、動画っていうのが、その手のスコア出せる人のところの動画見ればね、かなり有益な情報入ってるから、まあそういったのもね、気になる人はチェックしてみてもらったらいいのかなっていうふうに思うんだけど、うん。なかなかね、あれも突き詰めていくと難しいね。まあ最適メンバーっていうのがあるようなないようなっていうところはあるんだし、まあ、嫁いでるディーラーによってね、多分構成が変わるっていう部分があると思うから、まあ参考になる人がね、少しでもいたらいいなっていうふうに思っています。で、そう、ドラゴンレイドに関連した話でね、以前、まあ、ドラゴンレイドの、黒ドラの DPS コンテストっていうのに参加させてもらって、江津島さんの動画ね、一応3位取ることができたんだけど、まあ、あの動画のね、企画そのものからいくと、最高瞬間 DPS の勝負だから、もう、あんな DPS 出されたらそれ負けるなっていうのはあるんだよね。あるんだけど、これちょっとね、まあ、苦言を呈すわけじゃないな。ちょっと美学のところの話なんだけど、やっぱり完封できてこそじゃねえのっていうのはちょっと思う。あの DPS 俺叩き出せって言われたら俺は叩き出せないから、もう素直に負けを認めざるを得ないんだけど、いやいや、星3クリアで、なおかつ最終の DPS で勝負するぐらいの勢いがあった方が、俺的には絵面として綺麗かなと思って、こだわってあの動画撮ったんだけど、まあまあ、3位にはね、入れたから、それはそれですごくありがたい。配信カードね、3000円分もらったし、すごい嬉しいんだけど、ってちょっと思った。あの TPS は叩き出せないんだけど、美学としてはどうなんだっていうのは、まあ私が動画投稿してるっていうのもあるからかもしれないんだけどね。ちょっと思ったね。で、あとはそうだな、ツイッター、まあ私ツイッターやってるんだけどね、あんまりまあフォロワーさんも思いのほかね、伸び悩んでいるところではあるんだけど、ツイッターの方でね、こうちらほら見てたんだけどね、まあ、あんまり名前を挙げるべきではないかな。ちょっと気になるツイートがあったから、ちょっとそれ自分でリツイートしてみたりしたんだけど、テミヤさんをバカにしてる配信者がいるっていう話を聞いてね、ははーんと思ってるんだけど、来週はちょっと間に合わないと思う。その次の週ぐらい、私ちょっとね、本気で VP ちょっと潜り出そうかなと思ってるんで、ね、手宮さんでどこまでいけるかっていうのをきちっと、まあ、動画としてね、ちょっと残しておきたいなっていうのがあって。まあ、多分、チャンピオンまで、私の持ってる異物とかの金を考えると、チャンピオンまではちょっと届かないのかなっていう感じは今のところまだしてるんだけど、まあそれでも少なくともね、上位には全然入れるはずだから、それをね、まあ動画として、形としてね、残していけたらなっていうふうに思ってる。まあね、いろんな配信のスタイルがあると思うんだけどね、あんまり、単純にバカにしたようなところっていうのはね、ちょっと個人的には気に入らないなと思った。まあ私もキャラの性能評価に関してね、あれこれ言ってるけど、でも、誰かを攻撃したいっていう思いで、そういうことを言ってるわけじゃない。で、キャラ性能をね、一つの場面でぶっ刺さるけれども全体として見たときどうなんだっていう形で私は評価をしているつもりではいるから、例えばまあ、VP で言えばニクスね、今も現環境ではニクスミルル最強説まで出ちゃってるぐらい、二人強いわけだけど、ただまあ全部の環境で見たときにニクスおすすめできるっていう話とかっていうのを私は個人的にしているつもりなのね。だから、まあ、似たようなもんだろうって思う人もいるかもしれないけど、そういうつもりはなくって。だから、ちょっとね、そういう投稿されて、投稿っていうか配信で起こってる話らしいんだけど、まあちょっと気になったからね。まあその人の代わりにでもないし、別に私その人とめちゃくちゃ面識があるわけでもないんだけど、ちょっとね、腹に据えかねる部分があったかなっていうのは思った。で、まあ PVP ね、ちょっとやろうかなっていうふうに思ってたところだからね、なおのこと、がっつり言ってやろうと思ってる。本気をね、たまには出さないと、最近慣れてんじゃねえかって言われそうだから、ちょっとね、気合い入れた、動画、ちょっと作っていこうかなっていうふうには思ってます。あと、
まあそのだれてる関連でいくと、まあ最近ねほんとねのほほんとした感じの動画しか撮ってないんだけど、そろそろねぶっこんでいこうかなっていうのもあって、あの全コンテンツ対応型おすすめ英雄ね、あの動画の最新版っていうのをちょっと作ろうかなっていうのを思ってて、もうね正直ねかなり精度高いの今なんだ作れる。うん、あの前チャンネル登録者向けの動画でもちょこっと話をしたんだけど、あの動画ってね私自身が情報収集するためのものでもあるんだよね。だからあの動画作ってた、あの私自身が知ってる情報を提供している部分ももちろんあるんだけど、私が知らない情報を得るための動画でもあったから、いろんなね指摘を受けて、で私自身指摘を受けたところに関しては自分なりにこういろいろ調べてみたんだけど、そういうのの積み重ねでね、もうかなり精度高いのが作れると今は思ってる。もう多分ほぼ間違いないなっていうところまで、精度の高いものが作れるかなっていう感じはしてるから、またねちょっとウィキに対抗して、そういうね形の動画また撮っていこうかなっていうふうには思っています。うん、でまあその最近ね私が投稿してるところの関連でいくと、まあ、セキロとかあるんだけどね、もうほんとね息抜きにはぴったりの動画、自分のねその動画作りとして息抜きができる、もう再生数全然つかないから逆に自由にできる部分っていうのがあって、もう結構ねあの気楽に動画撮影してあのね切ってつなげてっていうのをやってるんだけど、さすがにねちょっとね動画の再生数がねひどすぎるなっていうのを自分で感じてるので、ね、うん、ちょっとなんとかテコ入れしないといけないかなって思ってるんだけど、あの筋スレ動画だと上げたらもうほんとね1時間経たないぐらいでもう100とか200とか、もうそれこそ早い時だったらね、あの1日あったらもうね何千再生って言ってたのに、赤色動画なんか1週間上げても80再生とかだからまあ気は楽なんだけど、ちょっとね、うん、誰かちょっと時間あったら仕方ない見てやるよっていう人がいたら、見てね反応いただけたらありがたいなというふうに思います。初めて宣伝するね。うん、まああとツイッターもねやってるんですけど、まあ、ぼちぼちねあのフォローしてもらえる人がいて、多分まあツイッターの投稿を見て、フォローしてもらってる人かなっていう感じはするんだけど、まあせっかくね、動画配信してるんで、まあそういうね動画の方からも、ツイッターフォローしてくれる人がね増えたらいいななんていうふうに思ってます。チャンネル YouTube のマイチャンネルみたいなやつかのページのね右上にツイッターのリンク貼ってあるんで、ねよかったらそういうのもね、登録していただけたら非常にありがたいなというふうに思ってます。であとね今日5月26日なんだけど、ギターが届いた。うん、これもねチャンネル登録者向けの雑談で以前ねお話ししてたんだけど、去年の8月にねフローダに近いようなギターを頼んだの。もうギターの盤面のデザインから込みで、結構いい値段するねギターを頼んで、それがねほぼまあ、10ヶ月9ヶ月か、うん、ぐらい経ってようやく来たんだけど、めっちゃ綺麗だし音もすごくいいので、かなりね音楽の方のモチベーションが上がってきたから、筋スレもね最近ね下がりつつあったモチベーションちょっと持ち直してきて、ちょっと筋スレやりたいなってまた思うようになってきてから、結構動画もね上げているペースちょっと早めていこうかななんて思ってたところなんだけど、いいギターが来ちゃったから、まあこれはねちょっとギター自身の方の調整というか、自分自身のね腕をもうちょい磨いて行く練習をね多分しないといけないから、まあそれをして、納得がいく形のものができそうだなっていうところまで、もう一回ね調整ができたら、動画の方ねどんどん上げていきたいなというふうに思ってます。まあ、私のねチャンネル登録者の方、まあ、以前から言ってるようにほぼ筋スレの人だから、筋スレの動画をね期待してくれてる人たちだと思うから、筋スレももちろん継続してやっていくんだけど、まあ音楽はあんま関心ないんだけどとかね、雑談動画とかあんまり俺いらねえよっていう人もいるかもしんないんだけど、まあ見てもらえたらね非常にありがたいなというふうに思っていますね。こんなに喋ってもまだドラゴン殴ってるからね、ほんと絵面が地味うん、
このチビドラの強さ見てよ。もうテミヤさん今累計ダメージも13ビリオンだよ。13ビリオンワールドボスみたいなスコアになってきてるんじゃないっていう感じだけど、これだけ殴ったってこのチビドラのゲージすら削りきれないからね。これほんとすごいわ。うん、いやいいね。まあでもこのね、ほんとドラゴン、まあ早くね TRQ が実装されたらこういう動画もね多少は需要が上がると思うんだよね。うん、ちょっとその普段見ない高難易度のドラゴンにチャレンジするときはこういうとこ注意したらいいんだよとか、こういう装備でやってるよっていうのが、うん、もうちょっと需要が出るのかなと思うんだけど、まあ今は正直あれだよね、ある程度キャラ育ったらまあまあ編成のコツさえ間違えなければ組めるもんね。うん、倒せるしあれなんだけどね。まあドラゴンレイド勢としてはね、こういうところもうちょっとこう金スレユーザー全体にね見てもらえるような環境っていうのができたらいいなっていうのは、個人的に思っていますね。あと3分ぐらいあんのかな、何喋ろうね。全然ドラゴンの HP 削れてないんだけど、これあと2分あるのか。うん、シビアな戦いなんだけどね、この緊張感の伝わらなさ半端ないよねただ流してるようにしか見えないんだよな。俺今見ながら喋ってるんだけど緊張感のかけらもないよね。でもこれ結構大変なんだよ伝わってないと思うんだけどね。うん、金スレ史上最も、地味で、熱い戦いが、今繰り広げられていますね。そういう風な目でもう一回この映像を見てもらえたらありがたいなと思う。全然伝わんないよねこれね。普通のドラゴンちゃんって感じするけど、これね T8 の9段階ですね。改めて宣伝しておくと T8 の9段階のドラゴンはかなり強い、うん、かなり強い。で最後にね、そうそう、サブアカ、サブアカのね武器突がねもう全く成功しない。チェイス5突が全然できなくて、ねちょっと やけになって、サバーカの方はね専用武器あんまり壊したりしてなかったんだけど、ついにね、サバーカも近所に手を染めて、泥沼にはまったとでちょっと前ね、そのムカキンクセロの動画の中でやり始めて、数ヶ月短い期間でも武器突5突できるかやってみますっていう人がいたのよ。でその人が、少し前にね、スクショ込みでツイッターの方にコメントをいただいたんだけど、ミリアンヌがね5突成功してました。羨ましい本当に羨ましい。うん、でまあ運の要素もある、運の要素もあるんだけど、逆に言うと無課金でも、そういう風にできているっていう人がいるっていうことを、まあ、この場でねちょっとお伝えさせてもらおうかなと思うんだけど、頑張ったらねできる、うん、し、まあ、別に高突のキャラがいないとダメだっていう意味ではないんだけど、やっぱりまあ武器突がね、進めば攻略できる範囲も増えるし、倒せなかった敵が倒せるっていうのがやっぱりゲームの一番ね面白い醍醐味の部分じゃないかなと思うんで、めげずにね、皆さんも武器突頑張っていただけたらなというふうに思っています声が出ない。うん、よしね、これで T8 の9段階、までクリアができましたね。次回は10段階を殴りながら雑談というような形を取ろうかなというふうに思っています。今回は以上となります。ではでは。